はいどうも、スペースサークルです。今回は久々にマンダだけ梅田店さんに行ってきました。それでは VTR スタート。はい、久々にやってきたこちらマンダだけ梅田店のこのエスカレーターを上がって、さあどんなものが回っているのか楽しみです。入ってすぐにあったのがこちらのショーケース。このマンダラケ梅田店といえばゲームが一番力入ってるのかなっていうイメージなんですけど、こちらはゲームの攻略本、こういった当時の攻略本っていうのもなかなかもうお目にかかることが少なくなってきてるので、これだけの数があるっていうのはすごいですよね。やっぱゲームの数よりもこの攻略本の数の方が多分少ないと思うので、その分ちょっとお値段の方も徐々に上がってきてはいます。なので欲しい方は早めに購入することをおすすめします。桃太郎伝説とか懐かしいですよね。まあ確かにあのネットで調べたら攻略法なんてあるんですけど、この攻略本の良さっていうのもあるので、あ、この間いただいたロマンシアの攻略本もありました。こういったドラゴンボールのカードかな、こういったものもいろいろありましたね。こういったゲームのアイテムとかもいろいろ置いてます。なんかこれすごいね。ね、このワルキューレのこの箱付きいいね。海原かわせ、こちらのゲームソフト、ささね、ゲームセンター CX でよく見てたんですけど、まだ未プレイなのでいつかはしてみたいなとは思ってます。あ、暴れん坊天狗、結構未プレイなゲームまだまだあるので一度はやってみたいなとは思うんですけど、なかなかやはり高額な価格になってますので、なかなか手が届かない。このマンダラケ梅田店さんはやはりこのゲームソフトの数がすごいですよね。この真ん中のソフト、このメタルスレイダーグローリー、これ調べたらリメイク版でスーパーファミコンにも出てて、 Wii とか Wii U のダウンロード版でも出てたらしいんですけど、ちょっとそのスーパーファミコン版ってやってみたいなと思いました。なんかディレクターズカット版っていうのがそのどのバージョンで出てるのかわからないんですけど、それもやってみたいな。さあ、その次ね、バックトゥザフューチャー。
どれも状態良さそうっすもんね。めっちゃありますよね。このジェットマンのソフトが気になってんですよね。ちょっと急に引きの絵にしてしまいごめんなさい。あ、牛尾と虎も出てたね。結構やってたつもりなんですけど、案外知らないソフトって結構ありますよね。いわゆるファミコン後期と呼ばれるその時期のものに関してはスーパーファミコンと切り替わってて、ササンの中ではね。なのでもうそちらの方はあまりチェックが入ってなくて全然記憶になかったです。たださっきのメタルスレイダーグローリーはあまりにもすごいその綺麗なグラフィックでアニメーションもするっていうことなので、あれだけはどうしても気になって買いました。こういう銀行でもらえるこういったキャラクターのものとかオリジナルのこのソフビってめっちゃいいですよね。でこちらはブリキか。このグレートマジンがめっちゃかっこいいね。破壊だと機械だ。でこちらはドロンパ。これメディコムさんかな。めちゃめちゃいいねこれ。キャラクターとしては意地悪なんであんまり好きじゃなかったんですけど、この造形とこの彩色もうまさにそのままなんでめっちゃいいなと思って見てました。さすがに一時期この転ばし屋これ探しとったんですよ。あれなかなかいいね。でこういった戦隊もののロボットももちろんあります。こちらは仮面ライダーのソフビが置かれてました。それ以外の特撮系のものも置いてるのかな。ちらっと見えてるのがヘッダーがスーパーワンって書いてますね。でこれが気になったんで撮影してました。大空魔竜と書かれてましたね。ささんこの辺ちょっと知識なくてごめんなさい。この辺りはマンダラケさんでいうとデザイナーズソフビと言われるそのジャンルのソフビのコーナーです。さっきはスタジオ243のものもあったりしてましたね。知ってるものやささんまだまだ知らないソフビもいろいろあったのでいろいろ勉強になりますね。なんかこの顔の造形とかがこの塗装がどうもササン的に刺さって気になってました。これこの間この作家さんおられましたよね。クリマでおられました。
このカマキリの顔の造形めっちゃいいね。あ、チャーミーちゃんとかもありましたね。やっぱりこうやって見ると開封せずにこの状態のままで飾ってる人とかも多いんかなと思って見てました。でこっちはその怪獣のフィギュア、めちゃめちゃリアルやなと思って見てました。ささまだシン・ウルトラマン見てないんですよね。さっきの大怪獣シリーズの他のものも置かれてました。このシリーズめっちゃいいね。でその分いいお値段にはなってますけど、やっぱりこのポピーニカのこの箱いいっすよね。ムテキングいいなこれ。こういう戦隊ものといえば連載されてたのがテレビマガジン、テレビくん、テレビランド、冒険王などありますよね。皆さんはどの雑誌を見ていましたか？サッサンは買ってもらってなかったんじゃないかな。でもどっちかっていうとテレビくんの方がイメージ的にあるのかなと思いました。こういう筋肉マンの消しゴムも流行ってましたよね。でも俺的に最初に集め始めたのはあのウルトラマン。でもねそんなにガチャガチャしてないんですよ。なぜかというとアテモン、そういったくじ、そういうくじ運っていうのはささん昔からあまりなくて、ガチャガチャにしろいいもの引いたことがなくてあんまりやってなかったです。特に昔のガチャガチャっていうのはハズレがあったんでね。こういうロボットブライガーいいっすよね。あのオープニングの工場がめちゃめちゃたまんなくて、よかったらぜひ YouTube の方で見てみてください。めちゃくちゃかっこいい。でなんとこのオープニング歌っておられるのが平勲さんなんですけど、作詞作曲が山本正幸さん。これ知らんかったな。でこのダンクーガ、このダンクーガの愛をファラウェイなどを歌われていたのが藤原理恵さん。この藤原理恵さんっていうのは女性グループシシガールズの一人として参加されていたその方です。なんかねこの名前知ってるなと思ったら、ああ同じ人やったんやって今更ながら知りました。でこの風の谷のナウシカ、原作者は宮崎駿さん漫画っていう感じでなってますね。さっさんこれ漫画の方は知ってたんですけど、全7巻で
アニメージコミックスワイド版として発表号として1982年の2月、そして1994年の3月までされてました。これワンプさんのカイジンさんの造形のグレートマジンガー、これめっちゃ好きなんですよね。こちらもこのマンダラクさんで販売されてました。でケロロ軍曹、なんかねこの丸っこい造形がなんか好きになりますよね。カエルと軍曹、そしてこの丸っこい造形、なんかいいチョイスっすよね。ドラゴンボールのフィギュアの方もこういった感じでずらっと販売されてました。そしてワーコレの方もありますね。この辺りの少年期のやつ欲しくなりますよね。ささん初めて見たかな、このジーマの通戦人と、天津飯か。多分ジーマ特典のないやつじゃないかなこれ。でこちら鳥山ロボもありましたね。これに代わるものが今あまりないので需要の方はどんどん高まってるイメージですね。やっぱり飾るとしたら鳥山ロボ欲しくなりますもんね。今後出るかどうかはちょっと笹にも分かりません。でこの調査式シリーズは結構凝ってるんですけどお求めやすい価格になってます。で笹さんこの最近出たこのブルマが欲しいなと思ってます。アラレちゃんは持ってるんですよね。まだ開封してないんですけど、また機会があったら開けてみようと思ってます。この亀仙人の出来もなかなかいいんでおすすめです。このギガンティックいいんですけど、サッサンの家ではちょっと大きすぎてちょっと持て余す感じなんで諦めました。このベジータとトランクスのこのジオラマシリーズ、これめっちゃいいですよね。この昔のジオラマシリーズ一つぐらいは欲しいんですけど、でこっちはブリキかな、あのブリキのおもちゃで、このセンターのやつがビリヤードやるやつなんですよ。めちゃめちゃ気になりません？これいいなと思って、ちょうどトッポジージョが横におったんで撮影してみました。でゲゲゲの鬼太郎、ろくでなしさんのやつやね。さっさん持ってないからこれいいなって羨ましい感じで見てましたね。で気になったのがこの食品サンプル、これね食品サンプル新品で買おうと思ったらこんな値段で買えないんで、これめちゃめちゃお買い得ですよ。でこちらは足立満先生のナイン、タッチはみんなご存知だと思うんですけど、タッチではなくその前に連載されていた、それがナインです。ちょっと読んだのかアニメで見たのかちょっと覚えてないんですけど、さっも知ってるんですけど内容的にそこまで覚えてなくてごめんなさい。こちらはアニメとかいろんな作品のサントラかな。うちの玉知りませんか。
ウルトラマン80ありましたね。ジャッカー電撃隊、これめっちゃ好きでした。このジャッカー電撃隊というのは第1作目秘密戦隊ゴレンジャー、それが約2年放送されてましたが、その第2作としてジャッカー電撃隊が始まりました。この F って懐かしいっすよね。何人たりとも俺の前には走らせねえ。これやったかな。この原作者の六田昇さんといえばこの F、 そしてダッシュカッペ、ダッシュカッペといえば決めポーズ、あれがねなかなかできない人が多かったんですけど、皆さんできましたか。トップを狙え、トップを狙えといえば三木本春彦さん、この方のイラストがめちゃめちゃ好きで、マクロスのキャラクターデザインもされていたので、本当に笹井にとってはこの作品はめちゃめちゃ好きです。さらにこの熱いストーリーがもうたまんなくて、もう今なお色褪せない作品だと思いますので、見たことない人はよかったら見てください。そしてこちらはレイズナー、高橋作品としてはダグラム、ボトムス、ガーリアン、そして4作目となるレイズナー、この作品もねいろんな新しい試みが当時されていたので、ぜひ見てほしいです。そしてこれレコードもありました。トッポジージョ、この顔が角度によって変わるってめっちゃいいっすよね。こういったレコードもこちらには販売されています。エステバン、 NHK のアニメです。そしてゼンダマン、ゼンダマン筋肉マン、悪魔超人編か、泳げたいやきくん、やっぱこの高田さんのイラストの気まぐれオレンジロード、原作の作品超えてるような感じにも思いました。そしてこのダンバイン、ダンバインのイラストもこのジャケットいいっすよね。ポスター付きでした。でこちらは大王者、下がれ下がれ下がれこれも好きやったな。ほんと昔はこういったロボットアニメいろんなものがあったんですけど、今はもう全然見かけないですよね。こういうワクワクさせる作品また作ってほしいな。でこちらにはこのバグも販売されています。この時はもうすでにオイドは売り切れてました。バグ欲しい方はこのマンダラクさんに寄ってみてはいかがでしょうか。で笹の好きなサムライトルーパー、これも高橋監督の作品です。いわゆるセイントセイヤを和風にしたようなそんな作品ですね。これもかなり面白いのでおすすめです。でこちらプ
プライズのものみたいなんですけど、ダブルゼータのこの LP プロでしたっけ、そのプルとプル2の見分け方わかんないんですけど、はい、いかがだったでしょうか。やっぱマンダラゲーム枝店さんといえばゲーム、レトロゲームすごい数ありましたよね。いろいろありましたけど、デザイナーズソフビー、そういったものも数多く置いておられました。それだけでなく、レトロ玩具とかもあるので、気になる方は行ってみてください。まだまだブラッシュ動画行ってきてますので、気になる方はチャンネル登録、高評価、応援していただけたら助かります。それじゃあありがとうございました。スペースさあ。